あ、なんかある。カチカチの。まだ早くないですか？これ大丈夫ですか？ガリガリ君じゃないですか？これなんか早食い対決。こういうやつか。いや、どう考えても早食い対決でしょう、これは。ほら無理でしょ、だって。いや、なんか40周年のってよ。さらになんと当たり棒が出たらマスクプレゼントー。わーい。私実は地元のなんだろうイベントのかき氷早食い大会で優勝経験あるんで、すごっ、いけると思うんですよ。カップに入ってたからな。でも棒状のこのガリガリ君早く食べれるかわかんない。棒状がでも食べやすくない？これちょっと硬いね。ちょっと柔らかったらパッていけたかもしれないけど、まあ挑戦者も若くなろうよ。とりあえず今日2人なんで。そうね、2人なんで真剣勝負です。真剣勝負です。行きましょう。じゃあ行きますか。いや、これ置いてください。よーい、スタート。あ、マスク。うざい。これ閉める。わかりました。2分51秒61。30度。あ、優しい。冷やしたのかと思った。
はい、4分2秒です、うん、冷たいより弱いのかもしれないから、うん、2本目は味わって食べたいわ。ちなみにハズレした棒は、はい、ハズレ、はい、あ、ここここれハズレ、ハズレ、お湯飲みたいの、お腹びっくりするかな、いや、冷える、あ、普通に美味しい、ちゃんと食べると味わって食べると、うん、でもそもそもアイス食べるのは早いの、食べやすいし美味しい、あ、美味しい、これ早く食べなきゃって思わないだけで美味しい、うわー、歯ブレか、なんと当たり棒出ました。あとで選ぼう、もうね、あのウイルスとかいろんなものが失われてる夜中に結構ガリガリ君とか 2,3 個食べるときあるね、私。あるの、うん、なんか可愛い方だけど、もうちょっといいかなって感じ。あのね、2本目は、トータルでさっき 2分51秒何歩だったのかな、で次6分、トータルで6分38秒85なんで、2本目は普通に美味しくいただきました。ガリガリ君様にあれなんで、赤赤崎乳業さんにあれなんで美味しくいただきました。チームはガリガリ君、もうこうガリガリ君チャレンジをやりましょう。もういいやもういいよ、ね、私はもうさ、まあ、いや、もうやったからもういいんじゃないですか。私がやられたらもっと暑くなってからじゃん、真夏。そうね、今度また氷菓子系で桜とか、あ、いいね。というわけで次回は桜行きましょう。桜というわけで、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いしましょう。さようなら、バイバイ、はい、またねー。